7番ホールにやってきました。ハヤリカプロはプロ今何年目ですか？ルーキーです。ルーキー、はい、お1年目、はい、あそうなんですね、はい、なんとルーキーです。ルーキーになって、ルーキーになってじゃないプロになって、はい、なんかこう変わったこととか、うん、なんだろう、意識的なものでもいいです、周りでもいいですし、うん、ありますか？なんですかね、やっぱり賞金があるっていうのが、うんうん、やっぱアマチュアの時と今とは全然違くて、やっぱ一打がすごい、なんていうんですか、ランキングとかでも大きくなる、なんかそこのなんていうんですかね、意地でも絶対パーを取るみたいな、あこの一打が賞金につながるというか、はい、まあ、アマチュアの時は、まあ、この一打外しても、はい、まあ、自分が気分悪いなぐらいだけど、 ね、それがもうすごい額になるっていうのが、はい、まあ、お金が欲しいとかじゃなくて、なんかそのランキングとかですかね、今は。でもその一打がすごい左右するってことですよね、はい、かなり左右、一気に10位とか、はい、それこそ何万とかもそうですし、はい、何十万とか。あなるほどね、そこがやっぱ今は一番大きいですね。初試合はどういう感じだったんですか、はい、プロの初戦。初戦は去年 の、 あの10月ぐらいの女子オープンだったんですけど、うんうんうん、一応予選は通過して23位でした、うんうん、その時はまあなんていうんですかね、ランキングとかもなかったんで、まあそこまで緊張も、うん、なかったです。もう気がついたら終わってて、一生懸命やったら一生懸命、基本緊張しないんですよ。基本緊張しない、はい、今日の方が緊張してました。嘘嘘だ全然緊張しなさそうだなって朝思ってた。え、本当ですか？緊張してました。昨日、うん、ちょっと寝るのをちょっと ためらってたじゃないですか。なんか寝ようと思うのになんか頭が動いてるなみたいな。へえ、緊張しないのいいね。でも全然しないんですよね。全然しないんだ。え、でもなんか最終ホールとかギャラリーとかもすごいじゃないですか、18番とか、はい、はーみたいな、でなんかパターとかシーンってなるじゃないですか。意欲が湧きます。逆に見てもらえてるみたいな。はい、すごいね。いい当たり。自分がすごいクッとか力むとダメですね。ダメ。クラブに任せて振るのが合ってる。合ってる。合ってる。いい仕事。クラブ。クラブに仕事をしてもらおう。自分じゃなくて。1時、2時はまあトップだったんですけど。え、そうなの？はい。何それ？で、なんかそういうなんか実力がすごいからやっぱプロテストトップ通過してて、なんかひょんひょんひょんってプロになってっていう人生。人生だってルーキーですみたいなと思ったら違うんです。そうなんですね、はい、今はじゃあ出れる試合増やして後半も、はい、でも結構上位にいますよね今。結構すごい。ランキングは17位。うんうんうん。3日目は何かあったんですか？3日目じゃないか、ファイナル。ファイナルは OB が6発ぐらい出ちゃってドライバーを変えたんですよ、その試合の前に。思い切りました。おやっぱ転がる。まね、ナイスです。ありがとうございます。ありがとうございます。マイ、ナイスパー。
すごい、やっと余裕ができました今水野さんと契約してるじゃないですか、はい、その水野さんと契約するしてるのはいつからですか、今期からです。今期から、はい、そうだよね。アマチュアの時はそういう契約はないですもんね、はい、決め手となったことというか、まあ、なんかありますか。そうですね、あのジュニアの時から、うんうんうん、やっぱりずっとクラブの面でもいろいろな面でサポートしていただいていて、やっぱり私は水野さん のアイアンが大好きですし、のドライバーも大好きですし、あのそれを使わせてもらえてるっていうことはとても幸せなことだなっていうふうに。じゃあもう物心ついたというか、もうゴルフを始めた時からもうずっと一緒に成長してきて、はい、そうですね。でプロになっても今お世話になってて、はい、よかったなっていう感じですか、はいはい、なるほどね。さっきからやっぱちょっと掴めてきたかもしれない、うん、クラブにやっぱ仕事をさせるのがいいです。このクラブは良くなってきた。音が良くなるよね。パコンってちゃんとクラブの音がするようになってきました。フェイスとかがすごいこう構えやすいなと思います。だからすごい被ってるクラブとか、最近やっぱロフトが立ってるクラブとか多いんで、 あ、ね、あとヘッドが大きすぎないかな。結構私割と大きすぎるとダメダメ、ドライバーとかもこうあっみたいな、ちょっと手前でマッショイ、ね、マッショイみたいになっちゃうからそれがなくて構えやすいな。あとあんまりこうドローが出やすいフェースの向きとかじゃないからずっとずっと構える。すごいフェアウェイが急にうねり始めたじゃないですか。振らない。よいしょ。ちょっと短いけど、で前に行ってくれる。いけいけ。よし。よし。よしよし。アマプロも近くに立つから。手前に落とす。あ、強く入っちゃったかな、これも。大丈夫か。掴めてきた。ここでの転がりを計算できるようになってきましたよ。いいね。なんかでもダフリとかなくていいですね。ソールがシュッと滑って。でもナイスアプローチすぎますね。いや、なんかプロの見てたらすごいイメージが良くなって。おー、珍しい。そういうこともプロにはあります。プロが今試合に出てるじゃないですか、はい、トーナメントに。空気とか違うと思うんですよ。違いますね。違いますよね。やっぱ試合モードとかあるんですか。はい、スイッチみたいな。あります、うん、それは どういう風に入れるんですか。まあ、なんか前日イメージトレーニングしながら寝たり
するんですけど、やっぱりなんかそれでもポワポワする時があって、うんうんうん、なんか意識を集中したい時に読書をして、へえ、本読む、朝読書してからティーグランドに向かいます。へえ、それで集中力を上げて、はい、ポワポワな気分じゃなくスイッチを入れて、はい、あとは練習はあんまりしない。お、朝の練習をしない。やっぱ不安だとたくさん練習したいとかなると思うんですけど、うんうん、なんか不安を取り除く練習は絶対良くないと思うんで、だったらもう軽くバシバシして、はい、あ、いいみたいな、あ、いい、はい、オッケーオッケーみたいな感じでティーグランドだったら、うん、なるほどねってね、池がせり出てますね。右の方狙って感じですかね。三角屋根って言われました。ん、あ、三角屋根、三角屋根、三角屋根か、三角屋根が狙いどこです。かっちょいい、なんだろうね、わかった、体重移動がすごいんだよ、トップから。何が違うかわかんないです。ナイスショー、おー、良くなってきた、飛びすぎ、あれバンカー、クラブ、いいクラブですねクラブは仕事してくれます。私が仕事しなくて、使ってる GX はハラプロが飛ぶ飛ぶって言われてて、それをモデルにこう優しめにね作ったクラブだそうですよ。知らなかった。知らなかった、はい、なんとハラプロも知らない情報でした。今知りました今知る、でもやっぱりあのスイングとかあれはやっぱ憧れるもん、みんな、私もあれ買ったらなれるかなとか思いますもん思います、思います。なんかほんとスイングすごい、ねって、ねって海じゃなくて水が溜まり、うまい、あー、おー、チーズアップ、あー、きー、あ、戻った、戻った、知ってる、難しさって何ですかね。ティーショットの靴底？うん。ティーショットもですけど、やっぱ。おお。グリーンがこれだけ。そうですね。基本うねってますよね。うん、広いけど、うん。広いけどフェアウェイとかグリーンとか結構うねってるから、ハラプロのスイングみたいにね。うねってるからさ。難しいですね。なんかやっていけばやっていくほど難しさが、朝はそうでもないかなと思ったんですけどね、難しいです。そんな開いてとか出ないかな、よし、うまい、でもでかいよね、あの使わない、なんか、うん、ここまでは受けて、ここまではしっかり、はい、
皆さんご視聴いただきありがとうございました。ミズノオープンが5月24日から27日までザ・ロイヤルゴルフクラブで開催されます。前売り券の入手方法は概要欄とコメント欄から皆さんチェックしてください。私も当日応援に行きます。皆さん YouTube のチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。ではバイバーイ。